ベイブレイ。ランチャーグリップの取り付け方。ランチャーグリップ裏面のロックパーツはこのようにバネによって自動でロックされるようになっています。ランチャーグリップをランチャーに取り付ける際はランチャーグリップ裏面のロックパーツを矢印の向きに引っ張り続け、ロックパーツを動かしたまま図のようにランチャーグリップ先端の取り付け部をランチャーの溝に上から奥まで差し込みます。このように上下方向にスライドさせるように取り付けます。ロックパーツから指を離すとバネにより自動でロックパーツが戻り、このようにロックされます。ロックの文字が現れたら取り付け完了です。シュート前に必ずロックの文字が現れていることを確認してください。このようにロックの文字が現れない場合はランチャーグリップとランチャーが最後まで取り付けられていません。このようにランチャーグリップとランチャーを最後まで差し込み、正しく取り付けてください。正しく取り付けるとロックの文字が現れます。